皆様おはようございます。タビクマです。今回はフィレンツェペレトラ空港からスタート。現在の時刻は朝の4時50分。6時50分のフライトのためにこの時間から空港に来ています。今回はここフィレンツェからパリシャロルドゴール空港へ、そこからパリ市内を軽く回って、次はオルリー空港からマルセイユへ向かいます。今回は主に搭乗機となります。皆様ぜひ最後までご覧ください。今回はビジネスクラス搭乗のため優先レーンスカイプライオリティを利用できましたが、チェックインカウンターはすでに早朝から長蛇の列。チェックインが終わる頃にはその列もさらに伸びていました。保安検査を受けて空港ラウンジへ来ました。エールフランスのビジネスクラスで入室しましたが、プライオリティパスでも入れます。空いてる時間は朝の5時から午後の3時まで。中は軽食とドリンクがいただけます。アルコールは多分ビール。搭乗時間にラウンジ前の搭乗口に来ましたが、係の人がいません。おそらくチェックインの大行列がまださばけていないのかもしれません。本来の出発時刻の10分後に搭乗開始。スタッフもまだ1人です。ここでもワクチンパスポートを提示。フィレンツェ空港はボーディングブリッジがありません。ゲートを通過すると階段を降りて飛行機へ向かいます。今回の搭乗機はエアバス A318。 この飛行機はエアバス A320 シリーズの最小モデル。客席数は約100席です。飛行機の入り口で航空会社独自の登録カードを配っています。コロナ禍ヨーロッパ内では毎回書いていると思います。内容は名前などの個人情報のほか、便名や座っているシートナンバーです。住所を書く欄がありますが、旅行者は空欄でも大丈夫です。ヨーロッパ内のビジネスクラスは3列の真ん中をブロックして隣に人が来ないだけ。基本的に横幅や前後はエコノミーと同じです。当然テーブルも小さめです。テーブルの上にはドリンクホルダーがありました。À l'extérieur de l'avion, gonflez votre gilet, retirez la poignée rouge. ここフィレンツェ空港は少し特殊な空港のようです。空港の北東に山があるために、離陸は南西に向けて、逆に着陸は南西側からと、離陸と着陸で使用滑走路が逆になっています。そのため滑走路の約半分に着陸不可の矢印がついているという不思議な空港です。
が提供されました。チーズとハムのサンドイッチ、フルーツの盛り合わせ、袋に入ったパン、リンゴのコンポートと生ハム、ジャムと、それとミルクとバターです。Welcome to Paris at Charles de Gaulle Airport. It is 34 past 9 a.m. You may now detect your flight board. Please keep your seatbelt fastened until the e-limited time has been switched off and be careful when opening the overhead compartments as items may fall out. パリ・シャルル・ド・ゴール空港に到着です。これから南フランス・マルセイユへ向かうのですが、今回はシャルル・ド・ゴール乗り換えではございません。パリの南にあるオルリー空港からマルセイユへ向かいます。そのために電車でオルリー空港へ向かうのですが、多少時間があるのでパリ市内でクロワッサンを食べに行きたいと思います。それでは電車を探して向かいたいと思います。パリ市内へ電車で向かうには RER の B 線、この青い B の文字を目指して進みます。料金は市内まで10ユーロ。時間とホームを確認して下のホームへ降ります。レアル駅に到着です。それではオルリー空港へ向かいたいと思います。オルリー空港まではまた RER の B 線に乗ってアントニー駅で空港専用列車に乗り換えます。オルリー空港までの切符を最初に買っておけばアントニー駅で乗り換えも簡単です。
シャルル・ド・ゴール・とオルリーはなんだか大阪の関空と伊丹空港に似ていると感じてしまいました。国際線がメインの関西国際空港、国内線だけになってしまった大阪伊丹空港、バスの直通もあるけど電車で行ってモノレールに乗り換える、そう思うと雰囲気まで伊丹空港のような気がしてきました。はい、オルリー空港に到着です。今回はターミナル3から出発です。荷物を預けにカウンターへ。フランスは国内線移動でも衛生パスの提示を求められますが、そこでも日本のワクチンパスポートで大丈夫でした。この後飛行機に搭乗するときにもワクチンパスポートで搭乗できました。はい、保安検査を受けラウンジへ向かいます。ラウンジの中はサンドイッチなどの軽食、ドリンクはコーヒーとフランスらしく白ワイン、ソフトドリンクは裏側の棚に缶でこのように陳列されていました。搭乗する機材はこの区間もエアバスの A318 です。マルセイユ空港に到着しました。パリから約1時間20分のフライトでした。この後荷物を受け取りマルセイユのホテルへ向かうのですが、今回はここで失礼いたします。次回の動画はマルセイユ滞在と鉄道でニースへ向かい、ニースでの観光にしたいと思っています。チャンネル登録がまだの方はぜひ登録をお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画へのコメント高評価いただけると励みになります。またツイッターやインスタも行っておりますので、フォローとチェックもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。